楽しんでくれてるといいんですけど、なんか子供たちが楽しそうで良かったです。隣だとか周り見ていただくと、ああだったわけなんですよ。ここ一回津波をかぶって、除染の対象となった場所なので、土を一回表面のものを剥がして、どこかから持ってきた土がかぶされた田んぼなんですね。でそこにどこかからやってきた土なので、あんまり良質な田んぼの土じゃなかったのかわかんないんですけど、石がたくさん入ってたりして、それをみんなで取り除くだとか、あと今こんな風に水が流れてますけど、あの水も周りが田んぼがやってないから全然開通してなくって、それをあの木工船を管理しているところにお願いしてこう開かせてもらったりだとか、田んぼのただ植えるだけじゃなくて、それまでの過程とかを知れたのが自分にとってはすごくあの勉強になったし、なんか地域ってこういう風につながり合ってるんだなっていうのがすごく分かったから、そういうところを含めてみんなに感じてもらえたらいいなって。そうですね、体に染み込んでる不思議なもの。そうですね、いや、みんななんか懐かしいですね。おっと、この辺すごいですね、流木とか瓦礫とかこんな綺麗じゃないです。普通に車とかいっぱいゴロ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 してました。だからここまで綺麗になってるのは逆に驚きですね。いきますよ、しっかり取ってください。いきますよ、はい、よし、OK。 食べない。いや、生まれて初めてやりましたけど、こんなになんか水があったかいんだとか、なんか土抜けないんだみたいな、足抜けないんだみたいな、すごい楽しかったです。ね、もうこんな感じであっという間に仕上がって、ね、米になるのが楽しみです。新米が植えた新米はどうかなみたいな、ちょっとね、だいぶずれてますよ。こごみです。回してもらうまだあるので、この辺食べていいのかな。まあ、ここの場所も本当に皆さんちょっと、まあ、ご覧になられてるので、こう本当にこうみんなで 手作業であの壁をちょっと直したりとか、そっちにもちょっといろいろあったり、いろりの部屋もあったりするんですけど、そういうあのここの場所を、まあ、みんなで使えるような空間にしていこうということを、やっています。なのでまたそういう多分いろんなここで、まあ、皆さんと楽しめるような場を、1回ぐらいのペースで続けていこうと思ってますので、皆さん今日はあの忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。本当に皆さんのおかげで、田んぼに、まあ、緑が戻ってですね、いや本当に小さい前みたいな、景色が戻って本当に嬉しく思います。
まあ、今後、まあ、田んぼについてはですね、まあ、古民家の皆さんとあと自分と、まあ、管理していってですね、秋にはちゃんと収穫できるようにきちんと育てていきたいと思いますので、まあ、特に餅つきとかが楽しみだなというふうに思ってますので、またその時はまた皆さんぜひこちらに参加していただきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。